はい、えー、こんにちは、えー、心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー幼いでございます、えー、と大学教員のための就活指導支援講座ということなんですけれども、えー、この講座の趣旨が、えー、気になるという、えー、先生方はですね、えー、と第1回目の動画、えー、説明欄、えー、概要欄から にリンクがありますのでそちらから飛んでですねチェックされてみてくださいよろしくお願いいたします本日はですねあのスキルとスキルセットとコンピテンスは、えー、項目と項目群と、えー、因子みたいなものだという <laughs> あのテーマでお,あのお話をさせていただきたいんですけれどもえっ、ー、とそうですねあの大学ごとに様々ではありますがあの 就活指導、まあ、基本的に学生さんのですねまあなんかこうやりたいことやりたい仕事、えー、まあについてもらうのが一番だみたいな感じでですねまああのお考えの先生方多いと思うんですけれども。 まあそれはまあもちろんなんですけれどもやっぱりこうやりたいこととできることってやっぱり違いますからね、えー、それはあのもう先生方あのご承知の通りだと思うわけですよね。で、えー、とその持ち,持ち合わせているその就活をする時点において、えー、持っていてそれが客観的に自分はそれ持ってるよあこの人こうそういうスキル持ってるよねとかこう客観的に観察可能な、えー まあそのスキルっていうのをベースにですね、えー、と就職活動をまあしていくっていうのもですね、まあ、一つの方法ですしもうそちらの方が利口な考え方だというふうに考えている方もですね社会には意外と多いんですねいわゆる一般の社会には。で、えーと まあそういうことを考える上でこうビジネスの世界ではまあスキルとかスキルセットとかコンピテンスみたいな言葉でいわゆるその適性みたいなものを表している、えー、そういうなんかこう表現の仕方があるんですね。でねこれどういう使い分けになっているのかってことを今日はまあ簡単にお話をしたいんですけれども、まあ、もう非常に簡単ですスキルっていうのはあの特定の単一のまあ技能を指しているわけです。 そしてスキルセットっていうのはそういう単一のいくつかのスキルのこうセットですね組み合わせになっています。なので、えー、と単一のスキルだけだったらいくつかの業種で、えーとまあ、あの用いられているものとかになるんですけどスキルセットになると、まあ、特定の業種で必要なスキルの組み合わせみたいな感じになっていくるわけです。そしてそのコンピテンスっていうのは例えばスキルっていうのは観察可能な、えーまあ、いわゆる、えー、と心理尺度というと項目みたいなものなんです。 えー、で、えーまあ、その項目が複数あると、まあ、尺度っていうふうに呼ばれるわけですけれどもそれがまあいわゆるスキルセットという状態です。まあ、特定の構成概念を図るためには複数の項目で測定をするっていうのがまあ心理学のやり方ですよね。まあ、その心理尺度がが項目群っていう状態がスキルセットですで、えー、コンピテンスっていうのはその背後にあってその項目群に影響を与えてる多<分>対人スキルっていうコンピテンスはあの えと自分をメディアに売り込む自己アピール力とか、えー、とクライアントさんとスムーズにコミュニケーションする力とか、えー、そういう、えー、と具体的なスキル、えー、に影響を与えているというふうに考えることができるわけですよ。こんな感じでですねなんていうのかな、えー、持ち合わせているそのコンピテンスと具体的にそのコンピテンスが表れているスキルっていうのを